감사합니다. 얼마큼 공부했어요? 3년? 3년? 네. 근데 지원과 키링 발음이 서울 사람 같아요. 오하요고자이마스. 오늘은 어드니링카의 한국 대기아이 중에 원데이 브이로그 撮っていきたいと思います. 今日午後からジェリーの撮影があるので、その前にちょこっと朝活できたらなということで、最近気になってたお店を3つ回っていきたいと思います。たまたま全部近くだったので、ちょうどいい感じに巡れそうだなということで、お花屋さんとカフェと、あとお洋服屋さんに行って何かお買い物できたらなと思っております。ということで準備して向かいたいと思います。到着しました。通勤ラッシュの時間ですね。超通勤ラッシュ。めちゃくちゃ人がたくさんいます。 Vlog 巡り日和ですね。じゃあ早速1軒目行きますか。1軒目行きますか。1軒目はすごいずっとインスタグラムで気になってたお花屋さん行きます。こんな朝早くからなんていい日なんでしょう。本当にお店の名前はマロンパピエという、韓国にも店舗が実際にあるお花屋さんなので、結構ブーケとかお花の色味とかもなんかナチュラルトーンのものがあったりとか、贈り物に花束よく利用してるので行ってみたいと思います。じゃあ今日はミニツリーを作っていきます、はい。まあ、これに最初はこういう、もう枝とかもみとか刺して作って、でそこにオーナメントを入れていきます。最初にこの中がオアシスといって花が刺せるので、はい、小さく切って少し刺してって動きを作る。なんかあれですよね、スポンジみたいな。あ、そうですね。緑で、あ、すごい。で、ある程度刺したら、はい、次にこういうもみですね、野原というもみと、これがあのローズヒップ。え、ローズヒップティーのローズヒップ。はい、そうです。へぇ、これすごい綺麗な、お花だと思ってました、ローズヒップって。初めて知った。香りがする。香りは…よっ。あ、そうですね、そういう感じですね。おぉ難しいですね、バランス。うわ、どうしよう。家にもツリー出したんです、つい最近。それは白系のオーナメントで、定番は赤なんですかね。もう白とピンク。え、どうしようかな。これかわいいな。これが私の部屋に一番合いそう。お、これにします。これですか。はい。これが一番ね、外せなくなっちゃいますからね。で、飾りも他にもいろいろ、はい、かわいい、いろいろあるので、すごい、この中から。めちゃめちゃかわいい、すごい。アクセサリーみたい。確かに。だんだんなんかクリスマスツリーの感じがってきますね、すごい。これ可愛いですよね。めっちゃ可愛い。あ、どっちがいいかな。リンクじゃつけてそう、ね、つけてそう。いい、自分つけてそう。よし、お花も。そうですね、ちょっと色いろいろ入れていきました。バニーテールだわ。これは松ぼっくりなんですか。これはヤシャブシっていう、あの木の実ですね。ヤシャブシ、だんだんあのドライになってくると針葉樹が痩せてくるので、なるほど、だんだんちょっと小さくなるので、少し飾りは多めにしといた方が、形がちょっと変わっていくのも面白いよね。ですね、うん。
リボンですね、最近。はい、これもグルーでお好きな場所につけて。かわいい。あ、すっごくかわいい。ここよくないですか？え、めっちゃかわいい。うわ、迷っちゃう。また右か左か。こっちか。こっちか。紅葉。こっちにしよう。おー。はい、ですね。切れてきましたね。かわいい。はい、これを、はい、ちょっと動きをつけて、このぐらいで一個ピンと出てても。おー、なるほど。はい、長めに。はい。いいですね。おー、はい、おー、いいですね。かわいい。かわいい。すごいすごい。テーマは、私のお部屋に一番似合うツリーです。あの、リビングに大きいツリーも出してて、それはオーナメントが白とかシルバーとかそっち系なので、これはそれとは被らないように、かつ私のお部屋に合うようにピンクゴールドをメインにしてみました。今日は韓国のショップ巡りがテーマでシンプルめなモードな感じのお洋服にしました。韓国ストリートっていうよりかは女性らしいお洋服にしました。はい、ということで今日の2軒目ムーンソウルというカフェに到着しました。さっきのお花屋さんからタクシーで10分とかないくらいピュンって来れちゃうので、ぜひ皆さんもはしごしてみてください。早速中に入っていきたいと思います。やっと来れました。このカフェにいつも混んでてなかなか来れるチャンスがなくって、あー嬉しい。本当にあのソウル2年3年3年は経ってないかな、なかなか行けてないんですけど、ほんとこんな感じ、カフェが。フラッと入ったカフェもこれぐらいおしゃれで。やばい。おいしそう。ポリポリ。そしてこちらが、ね、ガルコナコーヒーアイスと、いただきます。乾杯。おいしい。足りない。甘い。甘いんですけど、うん、ちゃんとグレープフルーツの苦い感じもあるっていう。おいしいです。やば、超おいしそう。めっちゃおいしい。あんこも。そこまで甘くないんですけど、ちょうどいい甘さで、でこのクリームが結構重いのかなって思ったんですけど、全然甘くない。冷える冷えるっていうか、なんかみんなを包み込んでふわって存在感を消して、もう影役に徹してくれてる包容力みたいなクリーム。食レポうまで、最後にバターのしょっぱさっていう、めちゃくちゃ美味しい。いや、可愛いな、これ。欲しい。可愛い。ペロリでしたね。美味しかった。美味しかった。クロワッフル。ジュースも美味しかったです。良かったです。ここもずっと来たかったから。3軒目は10月に日本にできた This is Never That の日本店に行ってみたいと思います。行きましょう。歩いて行きましょう。レッツゴー。見つけました。原宿の This is Never That。 もう1回だけですよね。あ、これこれ。かわいいね。なんか今、うん、韓国では、うん、スウェットにぴったりしたトップスがもう
大量発生してるらしくて、それが今イケてる着方らしい。このロゴ可愛いよね、やっぱ可愛い。え、白ピンク可愛い。こういう色可愛い。めっちゃ可愛い。なんかリンカちゃんっぽい。本当ちょっとブラウンやっぱリンカちゃんっぽいなって思う。かわいい、めっちゃかわいい、かわいい。ちょっとベルトでウエストマークしてもかわいいかな。あ、めっちゃかわいい。シンプルで。これちょっと素材が。ねえ。似合う。かわいいです。かわいい。いいね。どれがいいと思いますか？あ、締まるね、黒。今の服装も相まって、余計に黒がしっくりきてる感じがある。それさ、首のさ、後ろの部分にね、ロゴが入ったの、さっき見た。入ってますね。めっちゃ可愛くない？買い物しちゃいましたね。しょったはい、今日は朝から3軒、韓国ショップ巡りをしてきました。1軒目のお花屋さんもずっと行きたかったところだったし、2軒目のカフェも、ね、店員さんが本当に気さくで、何よりもとても美味しくて可愛い空間で大満足だったし、そして最後3軒目ではお買い物もしちゃいました。なんて充実した午前中でしょうか。まだこれから撮影がありますので、 YouTube を撮影する編集部に今から移動して撮影していきたいと思います。それでは頑張っていきます。